どうも皆さん、こんにちは。水色でーす。今回ですね、右上に見える、あの、印象的なウサギ、ご存知でしょうか？ピーターラビットですね。まあ、ほとんどの方が知ってるんじゃないかなと思うんですけど、自分もね、まあ、詳しくは知らないけど、あ、ピーターラビットね。はいはいはい。ちょっとあの、レトロなアニメねっていうところまで知ってるんですよ。さあ、今回はなんですけども、こちらの旗の通り、ピーターラビットを再現した島ということで、ナーナさんがね、作られた、島にやってきております。久々なね、再現島ということで、ちょっと楽しみに待っていたんですけど、なんでもね、ちょっと軽く調べたら、ピーターラビットね、映画にまでなっているらしくて、1と2があってね、なんか2に関しては最近出たらしいですね。はい。実写版みたいな感じですね。もともとはなんかレトロアニメみたいな感じだったんですけど。さあ、そんな感じの、このピーターラビットを見ていきましょうか、早速。うわ、もう、おしゃれ。さあ、飛行場やってきました。ピーターラビットって何なのかっていうところなんですけど、イギリスの絵本作家が、生んだ世界中で一番愛されているウサギ、ピーターラビットというね、お話らしいです。もともとはね、絵本の世界から、まあまあアニメになったりとか、さっき言ったように映画になったりというような感じでね、世界中で一番愛されてるなんて言われてみたいですね。さあ、この入り口もうすでにおしゃれ。今回ね、ピーターラビットそこまで詳しくないので、島自体を楽しんでいこうかなというところなんですけど、もしね、知ってる人が見ていたら、わ、ここはこんな感じなんだとかね、ちょっと共感しながらとか見ても楽しいかもしれないですね。さあ、奥進んでいくと、こじゃれた街並みが見えてきますね。このマイデザインの壁がまたおしゃれだね。その英国調というかさ、おしゃれな海外の街並みっていうのがよく表されてますね。砂浜にまで住民の家がぎっしり置いてあって、しかもこのマイデザインがしっかりと引いてあるからもう街一体化しちゃってますよ、これ。そしてこのさっき行けなかった左側はこんな感じでちょっとおもちゃが置いてあったりとかね。ピーターラビットのあれかな、これ。景品がずらーって並んでる感じかな。さっきね、冒頭10分だけ公開されてる映画をね、ちらっと見てきて、ああ、こんな感じなんだとかね、ちょっと思ったりして見てきたんだけど、映画もね、結構面白いらしいですね。さあ、上に行っちゃうぞ。うわ、もうおしゃれ。この雰囲気がいいよね、もう。こう、サイロがさ、向こうのお城とか壁みたいな感じの、おしゃれさを演出してきて、してきてるもんな。さあ、橋を渡っていくと、あ、これわかるかもしれない。これね、ピーターたち、ウサギがね、いっぱいいる家です。語彙力よ。なんかね、ウサギたちに優しくしてくれるお姉さんみたいなのがいるんやけど、映画で見た知識ね。多分その人がおそらく住んでるような家じゃないかな。後ろは花畑が咲き誇ってますね。ヒヤシンスの畑いいね。なんか、ビビッドなカラーって感じが。そうそうそう、このなんかね、絵描いてたりするんですよ、このウサギを好きなね、女の子が。まあ、へんてこな絵なんですけどね。さあ、そしてこの奥、これはね、大聖堂らしいです。これまだ見てないわ。これは作品を見ればわかるのかな？マイデザインがうまいな、これ。すげえおしゃれ。なんか、こっちの再現島を見て、映画が見たくなるっていう現象ありません？うまいな、建物の作りが。さあ、家が見えてきた。ほうほうほう。世界観としては、この森の中っていうのが多分主だと思うんだよね。だからこの、のほほんとした雰囲気。もう本来の厚森ともね、印象、相性がいいのではっていう感じですよね。あ、ピーター。ピーターなのかわかんないけど、ウサギ座ってんな、これ。これめっちゃ可愛いんだけど。これ写真かな？これいいなぁ。めっちゃ可愛くない？これなんかズームしない方がさ、自然に座ってるような感じがする。いいねぇ。そしてこのアヒル。アヒルも重要人物なのかもしんないけど。そしてこっち。これあれかな？ピーターの、お母さんかな？このイラストを見るだけでも微笑ましくなる可愛さ。確かに世界中で一番愛されていてもおかしくないですね、これ。可愛いからな、なんかな。この
素朴な感じの森いいね。カビに装飾されてなくて自然が見せる美しさみたいな感じますよね。さあ、ここは主のお家なんですけど、ビアトリクス・ポターさんのお家ということで、作者さんの家をね再現したらしいですね。色がめっちゃいい。現実でこの色の家を建てることができるかわかんないけど、なんかこういう家に住んでみたい願望ちょっとあるかもしれない。さあ、入ってきました。おしゃれだね。ここはね、ピーターのお家ということで、絵本に出てきた絵をね元に再現したらしいです。なんか地下みたいな部屋だね。おしゃれ。こういうのありそう、なんか童話とかのさ世界観が。おお、一転してカフェですね、これは。お、ポスターとかも貼ってあって、なんかね、自由が丘にね、ピーターラビットカフェってのがあるらしいですね。そちらを再現したらしいんですけど、ピーターラビットカフェなんて、行くことあるかな、これ。おしゃれな女性とかいっぱいそうだね。自由が丘ってとこもいいですよね、またね。さあ、そしてここが、ビアトリクス・ポターのお家ということで。おお、こんなおしゃれな部屋に住んでんのか。こういうとこで描いてんのかな、絵を。お、この辺畑だね。ってことは、やつがいます。俺でもわかるはず。おったおったおった、これよ。そこのね、鎌みたいなのを持って、ピーターたちがあの、野菜をね、盗むわけよ。するとね、このおっさん、野菜育ててるおっさんがね、鎌を持って追っかけてくるんですよね。マクレガーだっけかな。マクレガーさんの畑ってことで。畑を再現してるわけだ。なるほどね。はいはいはい。で、この奥、ピーターとベンジャミンがここで食べてんだ。あ、食べてる食べてる。こいつら悪いウサギやでな。まあ、可愛いんだけど。いい、可愛いね、この雰囲気が。なるほど。さあ、ここは、リスのナトキンということで、絵本シリーズに出てきたリスをね、再現してるらしいですね。ここには、クマのプーさんがいるらしいんだけど、クマのプーさん探してみる、ちょっと。あ、違うな。クマのプーさんがおるん、ここに。マジ？おったおったおった。おったわ。ちょっと待って。プーさんおったわ。お、マジか。プーここにおんの。蜂蜜もあるやん。ちょっと、うまいな、しかもこの前デザイン。バケモン級にうまいんやけど、これ。ここおるんかい。あ、いい隠し絵だわ、これ。なるほどね。こっからじゃ見えないけどっていう計算され尽くしてるね。で、しかもさ、この顔出し看板の奥、どんぐり隠れてんのいいっすよね。と、面白い部屋を見つけました。僕、ドラえもん、つってな。ドラえもんが無理やり表現されてるの、じわるな。これ。ドラえもんやな、確かにな。これ、かわいいな、この、このアート、かわいくない、ドラえもん。ちょっと炊きたてのご飯にも見えてくるっていうね。ドラえもん。かわいいな、ドラえもん。ほうほう。で、こののび太の部屋ですね。これ、ピーターラビットの島なんですけどね。あえての、こう、のび太を入れてくるっていう。クマのプーさんといいね。作者さんの、島主さんのちょっと遊び心が伺えますね、これね。さあ、自然の森を抜けて、おしゃれな街並みにまた戻ってきましたね。こっち左側が案内所かな。なるほど。こういうところもあるのかな？ピーターラビットでさ。まだ森の中のピーターしか見てないんですよね。ちょっとこういうシーンがあるなら気になるな。うわ、右とかもすげえよ、これ。さ、ここがね、確かピーターラビット博物館になってるらしくて、ちょっと最後見たいですね。こっちおしゃんやな。さ、エイブルがあって、うわー、このドレスおしゃれ、奥にも広がってると。二段橋があって、
すごいな、このサイロが馴染んでるわ。こんなにいっぱい置いてあって、うわーここもおしゃれー、うわーいいね。この色合いがすごい好きだな。壁紙にピンクのこう花がちょっと入ってるっていう、おしゃれだよねこれだけでも。さあピーターラビット10見てみましょう。お、入り口はおしゃれな、ここまたカフェですね。あ、こういうのもいいね。おー、これ自作なんだろうね。島の各地に飾ってあったピーターたちの前デザがね、ここに展示されてると。いや、これすごいよな。なんかさ、線画がもう好き。ピーターって感じがするよね。すごいくっきりって感じじゃなくて、なんて言うんだろう、この水彩画かのような綺麗なタッチがさ、ピーターの絵本の感じがすごい出てるよね、これ。この、なんで泣き声するんやろと思ったら、右端に。音楽ね。音楽奏でる代わりに虫でこう泣かせとくっていう。なるほどね。はい、ということで今回はナーナさんのピーターラビットに遊びに来てみました。あんまりね知識がなくても、まあ、ベンジャミンとかピーターとか、まあ、その主要キャラしか分かんなくても、あ、こういうとこねっていうのが分かる部分があったりとか、やっぱり再現島結構楽しいですよね。まあ、知ってても楽しいし、知らなくてもそれを知るきっかけになるので、たまにはねこういった感じの島紹介もいいかなということで遊びに来てみました。あの畑とかはね、うわこれやって感じでね、まさにって感じでしたね。ピーターラビット知ってる人なんかはもっとうわこれみたいな場所が多かったんじゃないかなと思います。ということで今回は最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。水でした。バイバイ。